毛抜き、形たち毛抜き形たちは、平安時代中期頃に登場したたちの一様式。日本刀の原型と考えられている刀である。別称に F のたちがあるほか、白川上皇高の美ゆ紀では、不襲夜剣とも呼ばれている。毛抜き形たちの直接的な起源は、古墳時代、東北地方の江戸が用いてきたわらび手刀である。朝廷の律令軍によって、 東北地方が制圧支配されると、エゾの文化、戦術などが内国に伝わり、わらび手刀が段階的に改良発展された結果として、日本刀の原型とされる毛抜き形立ちへと至る。まず、わらび手刀の柄に透かしをつけた毛抜き形わらび手刀に改良された。これは、湿度状況などから旧世紀初めにエゾ自身の手によって改良されたものと見られている。 この柄の透かしによって握りやすくなり、柄と刀が一体であったわらび手刀の弱点である斬撃時の衝撃を緩和させることに成功している。さらに、毛抜き形わらび手刀の塚頭から特徴的で、あったわらび型の装飾が消えて、毛抜き形刀となる。塚頭の装飾が消えたことからも実用性に重きが置かれていく過程がわかる。この 毛抜き形刀についても、エゾが旧世紀末までに開発したものと考えられている。この毛抜き形刀の刀身をさらに長くして70センチ近くに達したものが毛抜き形である。わらび手刀から毛抜き形刀までは東北エゾによって成立したものだが、この毛抜き形刀ちはこれらの刀を参考に内国で開発された。最古のものは 長野県塩尻市集画で出土したもので、十世紀のものと推定されている。出土等も神社に奉納されていた伝生等もすべて関東異性である。突き刺す自家等と違い、切ることに特化していったわらび手刀系統の刀は馬上での漆黒斬撃戦に有利であった。そのため、毛抜き、形刀は内国の武人にも好まれたものとみられる。 毛抜き形刀から、毛抜き形たち,たちへの飛躍は、旧世期末から10世紀、前半の東国の乱の中で起こったものではないかと、下も、向井達彦は考察している。毛抜き形たち,たちは、急速に普及し、F 官人の正式形として採用されるに至っている。この立ちの登場により、律令的戦術から脱した、武人、武官たちは、中世の武士の原型を作ることとなる。 毛抜き形立ち,ち伊勢神宮像。重要文化財。詳細は当該項目を参照。毛抜き形立ち,ち無名船獅子切門巻絵賞法岩尾地像。重要文化財。詳細は当該項目を参照。毛抜き形立ち,ち無名画財布天満宮像。重要文化財。詳細は当該項目を参照。 金字螺鈿毛抜き形立ち現存する毛抜き形立ち,ちの中でも最高作とされ、奈良かすが大社像。ただし、深く錆びつき、闘神は抜けないとされる。鞘にはラデンと薪絵が施されている。平成27年から翌28年にかけてのかすが大社第60次式年像体に合わせて、銅たちの復元が試みられ、その様子は平成28年12月に、 NHK ドキュメンタリーとして放送された。ありがとうございます。